次に六番武井弘志君の一般質問を行います。六番武井弘志君の質問を許します。登壇願います。はい、おはようございます。初めての一般質問をさせていただきます。 新人議員の武井と申します町民福祉向上のため一生懸命取り組んでまいりますどうぞよろしくお願いいたしますえ質問に入る前に一言申し上げます大相撲夏場所での大野里関の史上最速優勝誠におめでとうございます心からお祝い申し上げます 大野里次のますますのご活躍をご期待申し上げますそれでは質問に入らせていただきますまず障害者福祉の充実についてでございます急速に進む少子高齢化という社会情勢の変化の中で障害者並びに障害者を家族に持つ人たちを取り巻く環境も 変化しております特に障害の子を持つ親たちの親なき後に対する不安は高まっているところでございます私自身その当事者でもありますその不安を少しでも緩和するためには行政による相談体制や入所施設などの社会資源の存在それらの情報に誰もが 容易にアクセスすることができるということがとても大切なことでございます。また、世の中には障害者に対する差別や偏見を持つ人たちが、まあ、一部でございますが、残念ながら存在します。つい最近も障害者を揶揄する発言をされた人がおりました。その時私は本当に悲しくなりました。 しかし、障害者とその家族社会的弱、社会的に弱い立場にある私たちは、なかなか声を上げることはできません。社会が障害者に対する理解を深めてくれることに期待するしかないのが現状でございます。だから本当に困ったとき、相談できる場所、自分一人で抱え込まなくてもいいんだという安心できる相談窓口があることを知ることは、 心の健康を保つためにもとても大切なことだと思います。それでは、網町の障害者に対する福祉の状況についてお伺いをいたします。1点目、障害者手帳等の交付状況を教えてください。2点目、障害のある人たちも地域で安心して暮らしていけるための取り組みとして、 将来に対する不安をお持ちの障害者本人や家族のための新たな施策をお伺いいたします。3点目、今年の4月から障害者差別解消法による合理的配慮が民間のすべての事業者にも義務化されましたが、障害者差別に関して何か困ったことがあった場合の相談窓口はどこになりますでしょうか。 以上、千葉町長からの温かいご答弁を期待しまして、質問とさせていただきます。ただいまの質問に対する答弁を求めます。 町長千葉茂君登壇願います、はい、皆さんおはようございます,います本日もよろしくお願いいたします武井議員の障害者福祉の充実についての質問にお答えいたします一点目の障害者手帳等の交付状況についてであります身体障害者手帳と療育手帳の 交付状況につきましては令和5年度の実績が県より公表されていないため現在把握している状況としては令和5年3月末で身体障害者手帳が1378人、療育手帳が400人となっております。また精神保健福祉手帳につきましては県精神保健福祉センターより令和5年度の実績が公表されており令和6年3月末で 527人自立支援医療受給者証につきましては892人に交付をしております二点目の障害者本人や家族のための新たな施策についてであります当庁における新たな施策として令和6年4月より町基幹相談支援センターを総合県福祉会館内に開設いたしました 障害がある方やその家族等からの相談に応じて、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、権利擁護のために必要な援助、専門機関等の情報提供などを行うことにより、地域における生活を支援してまいります。また、町・地域自立支援協議会を活用し、町・地域生活,生活支店・拠点事業所が実施している 相談支援事業、緊急時の受け入れと対応、体験の機会や場の提供、地域の体制づくり、日中活動における場の確保といった事業と、町機関相談支援センター及び町内相談支援事業所等,の等との事業所間における連携体制を構築することで、障害者本人や家族が抱える 多様化、複雑化する課題への支援の充実を図ってまいります。3点目の障害者差別に関して困ったことがあった場合の相談窓口についてであります。当庁の障害者差別に関しての相談窓口は、社会福祉課窓口のほか、町機関相談支援センター、町地域生活支援拠点事業所、町内相談支援事業所において、 相談対応を行っておりますまた、障害者差別の解消に取り組むための窓口として、県が設置している茨城県障害者差別相談室や、水戸地方法務局、地方市局土浦支局内に設置している土浦人権擁護院協議会、民間団体が実施している障害者なんでも相談室などの各機関でも相談対応を実施しています。 このような相談機関の案内については、社会福祉課で作成している障害者福祉のしおりに記載しており、窓口で配布を行っております。以上です。六番、武井博史君、はいえー、温かいご答弁ありがとうございました。えー、ご答弁にありましたように、 令和4年4月には茨城県で初となる多機能拠点整備型の地域生活支援拠点として網町の拠点クララが開設されさらに令和6年4月には基幹相談支援センターが設置されたわけでございます千葉町長になってからのここ数年間で障害者福祉は着実に向上しております福祉行政に対する千葉町長の熱意に心から感謝と敬意を表するとともに 私も調整を前に進めるため、積極的にご協力をさせていただきたいと思います。障害者差別解消法が実効性のあるものとして、社会の中に定着することを、切に願う次第であります。また、障害者の相談窓口が、親切で温かい窓口でありますことを要望させていただきまして、1つ目の質問を終わります。ありがとうございました 次に2つ目の質問に入らせていただきます。網町の高齢者に対する福祉の状況についてお伺いをいたします。2025年問題という話をご存知でしょうか。2025年問題とは、団塊の世代と呼ばれる1947年から49年に生まれた方たちが、 75歳以上の後期高齢者となることで起こる社会保障費の増加や働き手不足などの問題のことを言います介護保険制度は安心できる様々なサービスを提供しており多くの町民が感謝しておりますが財源となる介護保険料については年金生活者の方々にとりまして大きな負担となっておりますこれらの状況を踏まえ 網町のの高齢者にに対すする福祉の状況についいいてお伺いをいたします1点目、高齢者人口の割合と推移について教えてください。2点目、介護保険料は3年ごとに改定されているようですが、保険料を抑制するための取り組みとして認知症対策をどのように進めているのか教えてください。3点目 家族に認知症の人がいる場合、家族の方々のご負担は大きいものです。家族介護支援事業の内容には、どのようなものがありますか。四点目、認知症予防対策の一環として、補聴器を購入する際の補助金を導入することで、介護保険財政にも寄与すると思いますが、いかがでしょうか。 以上千葉町長の前向きな答弁を期待して質問を終わりますただいまの質問に対する答弁を求めます町長千葉茂君はい以上、えー、高齢者の福祉の充実についての質問にお答えいたします一点目の高齢者人口の割合と推移についてであります当庁の高齢者人口は4月1日現在の住民基本台帳において 令和4年は1万3665人、令和5年は1万3763人、令和6年は1万3780人と微増で推移しております。また高齢化率は、令和4年は28.1%、令和5年は28.0%、令和6年は27.9%と微減で推移しております。2点目の 介護保険料を抑制するための取り組みとして、認知症対策をどのように進めているのかについてであります。当庁では認知症対策として、認知症の専門知識を持つ保健師等で構成する認知症初期集中支援チームを設置し、認知症またはその疑いがある人の早期診断、早期対応に向けた支援を行っているほか、認知症の人とその家族等が地域の人や 専門知識を持つ人と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場として、認知症カフェを町内3か所で実施しております。また、地域包括支援センターの職員による認知症相談会を開催し、認知症の人やその家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるように取り組みを進めております。認知症予防の施策としましては、県立医療大学とと、 と連携ししてて認知症予防教室を実施しておりま,すまた、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族等を温かく見守りできる範囲で、手助けを行う認知症サポーターの要請や、町民向け認知症講演会の実施、認知症の進行状況に合わせた対応や相談先を記載した認知症ケアパス、認知症安心ガイドの配布、 茨城県認知症を知る月間に合わせて広報網への情報の掲載認知症についての書籍を集めた特設コーナーを図書館に設置し認知症に関する知識の普及を進めているところであります今後も町民が認知症について正しい知識を持ち認知症の人が尊厳を持って暮らしていける地域づくりを推進してまいります3点目の家族介護支援事業の内容にはどのようなものがあるか についてであります在宅で介護を行っている家族に対する支援としましては徘徊が見られる高齢者を介護している家族を対象に徘徊等の緊急時に迅速に対応できるよう GPS 発信機の貸与や個人を特定することができる QR コードシートの配布を行っているほか排尿・排便に介助が必要である等の要件を満たす方を介護している家族に紙おむつ 尿取パッドの指揮を行っておりま,すまた在宅で介護を行う人同士の交流や情報交換の場を提供することを目的とした介護者交流会介護福祉に役立つ知識や技術の取得を目的とした家族介護教室を開催しております4点目の補聴器を購入する際の補助金の導入についてであります令和元年に世界保健機関 WHO が発表した認知症予防ガイドにおいて、認知症機能低下及び認知症リスク低減に向けた推奨項目の一つに、難聴の管理が示されており、難聴を適時に発見して治療することや、難聴のある高齢者への補聴器の提供が推奨されております。難聴の予防には、騒音など大きな音が常時出ている場所を避けるなど、耳に優しい生活を心がけることや、 老化を遅ららせるためのの生活習慣の見直しが挙げられますまた、早期発見、早期治療のために、耳鼻咽喉科を受診し、聞こえの検査を行い、早期に補聴器で聞こえをサポートすることも大切です。当庁では、令和5年度に認知症のリスク因子として、難聴を取り上げたパンフレットを高齢福祉課窓口で配布し、認知症予防について啓発を行っております。 補聴器購入の補助につきましては、国及び県内市町村の動向を注視し調査研究をしてまいります。以上です。六番竹井宏君、はい、えー、前向きなご答弁ありがとうございました。えー、今町長のお話もありましたが、まあ難聴があると認知機能の一部が低下しやすいという知見もさまざまなところで出ているようでございます。ぜひ。 ご検討いただきまして、補償機購入に対する補助金の創設を強く要望させていただきたいと思います。2025年問題など、高齢者の方たちを取り巻く状況は、介護保険財政を含め、これからますます厳しくなるものと思います。しかし、人生の大先輩と呼べる方々の努力が、今日の日本、そしてこの阿見町の発展に結びついているわけでございます。私は 子育て支援と合わせ、高齢者支援も重要なことだと思います。本当に長生きしてよかったと、すべての町民に思っていただけるよう、今後もさまざまな質問や提言をさせていただきたいと思います。以上で2つ目の高齢者福祉についての質問を終わらせていただきます。6番武井博史君 次に3つ目の質問に入らせていただきます市政に向けた取り組みについてお伺いをいたします昨年10月30日に網町の常住人口が5万人を超え市政に向けた準備が進められていることと思います平成の大合併によって例えば稲敷市など多くの市が誕生したわけでございますが 単独での姿勢施行は2018年の福岡県中川市以来となるものと思いますそれでは質問いたします1点目機運情勢を図るために町民を巻き込んだ組織を作るなどの取り組みも必要かと思いますが今後どのようにされていくのかお伺いをいたします 2点目、紳士の名称はどうなりますでしょうか。また、現在の嘲笑はどうするのでしょうか。3点目、機運醸成に向けたキャッチフレーズを設けてはいかがでしょうか。4点目、町から市になることで、福祉事務所を設置することができると思います。網町の福祉の充実のためにも、 福祉事務所が設置されることは大変喜ばしいことでございます。これまで県が担っていた生活保護など。さまざまな業務が権限移譲されると思いますが。合わせて専門的な職員の配置も必要になると思います。今後の取り組みについてお伺いをいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長。 千葉茂君。はい、議長。市政に向けた取り組みについての質問にお答えいたします。一点目から三点目の市政に向けた準備につきましては、関連しておりますので、合わせてお答えさせていただきます。全員協議会でご説明しましたとおり、市政に向かい。みんなで歩もうをキャッチフレーズとして。令和六年五月十五日に開かれた。 1> 第1回市政志向推進本部会議において、市政に向けた準備のための組織体制を決定いたしました。今後は、庁舎の検討など、市政志向に必要な業務の確認や、機運情勢を図るための PR イベントなどの開催を各部会にて検討してまいります。さらに、諮問機関として、市政志向有識者会議を設置し、市の名称や市政志向の時期などについて、 有識者の意見を拝聴してままいります加えて、市政を進めていくことや、市の名称などについては、町民アンケート調査を実施するほか、市政志向の取り組み状況については、これ,これまでと同様に広報誌、ホームページ等に掲載するとともに、住民説明会を実施するなど、十分な説明責任を果たしてまいります。4点目の福祉事務所の設置についてであります。 姿勢志向を実施するるるにああたり最も重要でとと考えていこは福祉事務所を設置するためには専門職員の採用や一般職員による専門知識の習得が必須であると考えております。そのため早期に県研修生として職員を派遣できるよう現在県と協議中であります。またそのほかにも福祉事務所の設置に向けて どのような対応が必要なのかなど現在調査を進めております今後市政指向の取り組み状況については定期的に議会に報告してまいります以上です六番竹井宏君、史君、はいえー、積極的なご答弁ありがとうございました市政、えー、に向けた取り組みが着実に進んでいるということが分かりました本当にありがとうございます ところで福祉事務所の設置に向けて職員を採用するということはまあ、最近の職員採用状況を拝見しますとなかなか大変なことかと思います私は網町の職員に地域手当が支給されたらどんなにいいことかと思っております網町が市になった時には地域手当が支給されることになるのでしょうかちなみに土浦市や牛久市など近隣のえ地手当の状況も併せて教えてください ただいもの質問に対する答弁を求めます町長公室長井上実君はい、はいえー、お答えさせていただきます、えー、地域手当の、えー、対象地域につきましては人口5万人以上の市を中心に、えー、10カ年平均の賃金指数等に基づきまして国で指定されております 地域,地域の支給割合は10年ごとに見直すこととなっていることから市になったことだけで支給対象と、えー、になるものではございません。でそしてあの支給対象外の市町村が支給した場合や、えー、国基準の支給率を超えて支給した場合は特別交付税が減額される措置がされることから町独自で支給することは難しい状況であるというふうに考えております。ししかか市町村単位で細かく水準 差が生じていること、えー、そういうものに対しまして不均衡であると、えー、意見や指摘に対しまして、国では最新の賃金、民間賃金の反映と合わせまして、えー、区分の指定を広域化するなど、大くくりな調整方法に見直すこと、また10年ごとの見直し期間の短縮などを検討されているということから、今後の国の動向を注視していきたいというふうに考えております、えー、それとあの近隣のの地域手当の状況です。 土浦市が10％、牛久市が12％、龍ヶ崎が10％、つくば市が16％の地域手当ということになっております。以上です。六番武井宏君、はい、ありがとうございました。えー、地域手当、えー、なかなかハードルが高いということが分かりました。えー、しかし諦めることなく。 支給に向けたたたた取り組みをしてていいいだだききと強く要望させていただきます千葉町長のもと、市政に向けた取り組みをしっかりと進めていただきまして、市政志向になった暁には、市になって本当に良かったと、誰もが思えるような、そんなまちづくりになりますことをお願い申し上げまして、3つ目の質問を終わります。ありがとうございました 6番武井宏君。はい、えー、最後の質問に入らせていただきます。教育の充実についてでございます、えー、教育は人づくりであり、未来への投資でもあると思います。網町の教育の状況について、次の3点につきまして質問をいたします。1点目、これからの社会では？ 事故の在り方や生き方を考えながら、課題を発見し解決していくことのできる力が求められます。そのような力を身につけるためには、教室の中だけではなく、児童・生徒が家族などと一緒に様々な地域に出かけたり、多くの人と出会ったりする体験的な活動を通して学んでいくことが有効であるということから、 茨城県では年間最大5日間のラーケーションを設けたそうですが具体的な内容をお伺いいたします2点目インクルーシブ教育についてお伺いをいたしますインクルーシブ教育では障害のある児童生徒が事故の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし自立と社会参加ができるよう 一人一人の生きる力を培う教育の充実を図ることが重要だと思います現在通常の学級に在籍し学習面または行動面で著しい困難を示すとされた町内小中学校の児童生徒の割合はどのくらいなのでしょうか児童生徒一人一人の教育ニーズに応じた 適切なな指導や支援の具体的な内容について教職員の働き方改革については中央教育審議会で議論され平成31年に答申が取りまとめられたわけでございますが社会の急激な変化が進む中で子どもたちが予測不可能な未来社会を自律的に生き社会の形成に参画するための資質 能力を育育成すするるためめ学校教育の改善充実が求められていいところでございますこのような中、教員の厳しい勤務実態も明らかとなり、文部科学省では、教員の働き方を見直し、子どもたちに対して効果的な教育活動ができるように、学校における働き方改革を進めているということでございますが、 現在の進捗状況と課題を教えてくださいただいまの質問に対する答弁を求めます教育長滝原修一君登壇願います、はい、それでは学校教育の充実についての 当庁においても今年度4月より児童生徒が平日に保護者と体験的な活動を行うことを目的にラーケーションを導入しました保護者の申請により年5日以内に限り登校しなくても欠席とならない日を設定しております 仕事の関係で休日に休むことができない保護者と平日に博物館の見学に出かけたり家族で遠方の祖父母宅へ出かけ自然体験活動を行ったりするなど導入後1ヶ月で小学,小学生110名中学生18名がラーケーションを利用しております2点目のインクルーシブ教育についてであります 令和4年度に公表された文部科学省の調査では通常の学級に在籍し学習面または行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合は8.8%となっております年々増加傾向であり当庁でも同程度であると認識しております児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した 指導や支援の具体的な内容については、合理的配慮に向けた支援体制の構築として、特別支援教室、教育支援員の配置、通常学級に在籍しながら、一部の授業を別の教室で受ける通級指導教室の開設、美保特別支援学校の巡回相談の活用等を行っております。3点目の 教職員の働き方改革のの推進状況と課題についてであります教職員の働き方改革への主な取り組みについては教職員の負担軽減を目的とした人的支援としてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー不登校対策指導員小学校専科教員の配置を町独自で行っております。また 校内支援システムによる出席簿や指導要録等の書評簿の電子化、スクリレ導入により、よる配布文書のペーパーレス化、留守番電話の導入や学校閉庁日の設定による時間外勤務の抑制等を行っております。教職員1人当たりの年間時間,間,時間外勤務時間数の平均は、 令和4年度が433時間、令和5年度が413時間と約20時間の減少となっております。年間時間外勤務時間数の平均は昨年より減少しておりますが、多くの教職員は国から示された年間360時間を超えている状況です。文部科学省から示された基本的には学校以外が担うべき業務、 必ずしも教師が担う必要のない業務とされながらも、改善が図られていない業務も多く残されており、今後の課題であると捉えております。また、育児休業等の代替の教職員が見つからず、未補充となることも大きな課題であると認識しております。以上です 六番竹井博史君、はい、ありがとうございました、えー、立原教育長の下網町の教育が着実に、えー、取り組まれていることに安心をいたしました再質問させていただきます三、えー、点目の、えー、教職員の働き方改革についてでございますが時間外勤務時間数が減少しているとはいえ国から示されている年間 三百六十時六十時間を超えているという状況の中で、必ずしも教師が担う必要のない業務とされながらも改善が図られていない業務も多く残されているとのご答弁がございました。えー、例えばつくば市や土浦市では教材の準備やプリントの印刷など教員を補助する学校サポーターの配置を行っておりますが、網町でも 学校サポーターの配置を進められたらいかがでしょうか。そうすることで、学校の先生方には児童生徒に向き合う時間を十分に取っていただくことが可能となり。より良い教育につながるものと思います。いかがでしょうか。ただいまの質問に対する答弁を求めます。教育長木村勝君。あ、教育部長木村勝君。 はい、お答えいたします学校サポーターの配置につきましては参加年実施計画で予算要望を行っておりますが本庁では特別支援教育支援員や不登校対策指導員の配置に重点を置いており学校サポーターにつきましては未配置になっております。 学校サポーターにつきましては本来、国の補助金を活用できる県の事業でありますので市町村教育庁会議と市町村教育長会等で県に配置を要望してまいります。今後も学校現場の声を聞きながら教職員の働き方改革を進めてまいりたいと考えております。以上でございいます6番竹井博史君はい ごご答弁ありがとうございました教員採用試験験の受験生も減少していいる昨今でございます教職員の働き方改革は待ったなしの状況かと思います。学校サポーターの問題につきましては、私も引き続き課題認識を持ってまいりたいと思います。できる限り早期に実現されますことを要望いたします。次に1点目のラーケーションについてでございます。 本年4月からの導入ではありますが先ほどのご答弁で多くの児童生徒ご家族の方たちに利用されていることがわかりとても安心いたしましたしかし家庭の事情などによりましてどこにも出かけることができない児童生徒も出てくるかもしれませんそれでも外に出かけることだけがラーケーションではございません 例えば親子で一緒に料理を作るなどの体験もとても大切なことだと思いますから学校の方からも家庭での有意義な体験学習の方法についてご案内いただければと思います次に2点目のインクルーシブ教育についてでございます障害のあるものと障害のない者が共に生きる共生社会を目指すためにはインクルーシブ教育はとても 大切なものでございます先ほどの答弁を聞かせていただきまして網町においてしっかりとインクルーシブ教育が行われていることが確認できましたこれからも引き続き障害の特性に応じた合理的配慮がなされ多様性を認め合う共生社会の実現に向けた取り組みをされますよう強くお願い申し上げまして私の質問を 終わらせていただきます。ありがとうございました。これで六番竹井宏君の質問を終わります。